圧巻だなこれ。見て、全部ギラチナでね、ちょっとボックス埋めてみました。僕、好きなポケモンがマイナーも好きなんですけど、ギラティナ好きなんですよ。で、ちょっと試してみたいんだけど、ちょっとここの6体のギラティナはちょっとちゃんと育成したギラティナなんですよね。努力値とか振って。もし、何も言わずに、友人に、ギラティナ6体で勝負挑んだら、どういう反応すんのかなっていうの気になるんですよ。なんじゃこりゃーって言ってくれるのか、それでも冷静に判断して冷静に殺されるのか、どっちなのかなっていうのが気になるんで、それをちょっと検証したいなと、今回は。何も言わずにギラティナ6体で相手します、僕は。向こうには、何でもいいよって軽く言う感じでね。うん。できる、では、でもね、自分がね、ギラティナ好きなのバレてるから、ちょっとね、反応薄い人もいるかもしんないけど、そこはおいおいちょっとやってみたいと思います。はい。じゃあ、これ気になるなぁ。うちうちはどういう反応すんだろう。じゃあやってみよう。もしもし、うん、もしもし。あ、よしよしよし、聞こえてる聞こえてる。いや、ちょうどユナイトの試合始めちゃったから。ああ、全然大丈夫よ。うん。小宝さんさ、今時間ある？あるけど。ポケモンスカーレットでちょっとさ、新しいパーティー作ったからさ。うん。ちょっと、対戦？そうそう、試運転したいんだよ。オッケーオッケー。ああ、そうや。ゴリランダーあれやん。グラスライダー来るやん。いややねんけど。ツイッターでみんな言うとるよ。嫌 やねんけど。え、クソ嫌やねんけど、どうしたらいい？みんな言ってるよ。え、めっちゃ嫌や。9月のランクマッチやった？9月のランクマッチやった？一回もやったことないけど、ランクマッチとか。あ、ランクマッチそのものやってないんだ。一応回したんだけどね。回したけど、やっぱり相変わらずクソ環境だわ。パオジアンにやられる。パオジアンにやられる。パオジアンにやられるんやけど。もうだって基本的にポケモン本編のランクマッチ嫌いから。やってない。そっか。でも、俺パオジアン絶対許さねえから。パオジアンも言うてあれでしょ。縛られるでしょ。グラスライダーに。言うてグラスライダーで縛るでしょ。これだ。ん？何？オフィシャルルール？うんうん、6匹すべて使うルール。あ、そう来たか。6匹すべて使うから。来たか。無駄なポケモンは誰一人いないよ。そう来たか。あれ、じゃあまたパーティー組みたいんやけど。いやいや、もう待たないよ。組みたいんすけど。いや、もう待たないっす。え？もう待たない。ちょ、アルセウス入れさせてよ。ダメ！でもやるんだ、やるんだ。来い、それで来い。おい、千枚神速入れさせろ。じゃあ見せね。はい、うわ、おー、わあ、そういうさ。うわあ、それか。どう？見て見て。わ、弱そう。弱そう。ちょっと待って、レジドラゴ誰が止めんのこれ。え、レジドラゴ誰止めんのこれ。ドラゴエナジー、そっちぶっ刺さってない？ドラゴエナジーぶっ刺さっとる。ドラゴエナジーぶっ刺さってないか、そっち。そのレジドラゴがスカーフだった場合、俺らはみんな死ぬ。大丈夫やって、どうせあれやろ、フェアリーテラスターとかおるんや。そんなんしとるわけないや。作ったばっかや。大丈夫大丈夫。こっちも言うて組んだばっかやから。ディアルが気になるなぁ。不審者。ディアルかな。ほーん。いざ。じゃあこっちや、これや。いざ。不審者。行け。大発金玉。そりゃそうだわ。そりゃそうだ。大発金玉だ。見通し見ねえなぁ。さあどうする？この圧倒的種族地に耐えられるか。いや、ちょっと、これでいこう。こいつ。行くぜ！ほらよ！わ、強っ！あ、電磁波した！電磁波や。
あー電磁波とかもうそういうことすぐすしてくる。それするよ。マジかかな。どうしよう。すかな。しゃあないな。もういいでしょう。それでもこっちの方が早いんかい。うん。こいつ、こいつ確か、そんなに振ってない。へぇ。振ってないもん。どうしよっかな。やだ、やだ、レジドラゴがやだ。レジドラゴが出た瞬間終わる。え？お前でいいや。誰？ラグナロクに。ああ、やばい、来た来た来た来ちまった終了。やれよ。終了ではないね。終焉を伝えよう。いや、終わらないね。いや。終わらないよ、そう簡単には。終わる。終わらない。うわ、わ、なんか、わ、なんか、あ、そういや、そいつ、あれか、冬か。イエス。そうか。そいつ冬か、めんどくせえな。気合いダメ？よっしゃ、気合いダメや。張り切れ。いけ、落としたね。足りない。うわ、落としたね、こんなもん。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やられたー。張り切ってる暇なんてどこにあったんだい？やべ、張り切り失敗した。どうしようかな。だから電磁波された時ちょっとやばいと思ったんだよ。そっかな。電磁波された時、まあ、さ、麻痺、電気になった後だからさ、もう。うん。意味ないんだよね、これ。ぜひ電磁波でひるんでほしかった。いやいや、危ねえ、危ねえ。行け。行け、まだクマ。まだクマだ。まだクマだ。ダクマじゃん。ダクマに何ができるってんだい。ダクマに何ができるって言うんだ。まだダクマだよ。ダクマだよね、どう見ても。ダクマ可愛いから。いやいや、ダクマってまだ何もできないでしょ。いや、可愛いから。戻れ、戻れ。タイミング仕込みやがった。行け。でっかいギラティナ。あ、でっかいギラティナや。うわ、でか。でかいぞ。でか。でかすぎん、そいつ。わ、こらえるが。さあ、どう攻めていこうかね、ここから。こらえる、あんねえし。どうすかな。どうすかな。言って引けないしな。よし、ここは。ゲティア、なんだかんだで。お、あー、やばい、賢い。あ、シャオニーが。やばい、賢い。それは賢いわ。お、よし、ラッキー、ラッキー、危ねえ。危ねえ。なるほどね、賢いわ。危ねえ。危ないけど、することがない。なるほどね。そういうことしてくる。やることがない。そうだな。いや、いいや。これでいい。え？なんで？いや、やることないから。これでいい。じゃあ、積むよ。わ、キモ。じゃあ、積むよ。じゃあ、積んじゃうよ。積んじゃうよ。なんか積んできたわ、こいつ。キモ。起点にするよ。キモ。もうそれ引っ込むわな。もう引っ込むわな。起点だと思うんだって。いや、戻らせよ。パンダ。キモ。あ、来た！そうだよ、パンダだよ。なるほどね。ただ、お前がギラティアを止めれるのか？試してみよう。いや、止める。止めるからいける。何すんのか、ちょっととりあえず見せて。守る。だいぶ、まだ一点絞り。あ、はたき落とすか。はあ、なるほどね。なるほどね。はたき落とすがあるのね。じゃあ、受けるわ。やるな。やるな。こいつ。こいつ、肩。なぜ鬼火を外す？なぜ鬼火を外した？よっしゃ、外した。そしてこれです。よっしゃ、外した。あー、くそ！これです。くっそ！鬼火が、なんで外すかな、鬼火。これだから鬼火は。運はこちらに向いている。これだから鬼火は。畑か。痛えなぁ。畑、畑。仕方ねぇ。身代わり壊すか。二人目。あー、なるほど。いや、壊れるでしょ、さすがに。さすがに壊れるよね。うん、二段階積んでんだから。さすがになぁ。で、どうしよう。まあ、言っても。まあ、いいか。
ほう。お前は、回ろう。まだだ。ギアチアの硬すぎ注意報。硬くない？押し耐えた。耐えたなぁ。押し耐えた。じゃあもう連打でいいや、行け。よし。まだだ。まだだ。硬すぎ警報でーす。こいつおかしいって。おかしいこいつ。さーてと。こいつおかしい。お、かわいいのできたね、ずいぶん。こいつおかしいよ。またかわいいのが出てきたじゃないの。ほとんど刺さってねえ、こいつ。わー、やられたか。さすがに、うん、やるようだな。だが、まだだ。まだ俺にはギラティナがいる。まだギラティナがいる。畜生、レジドラも残ってたら。いけ、ギラティナ。わ、わ、出た。色違いや。なんかギラティナってどいつもこいつもでかいんやけど。どういうこと？なんかでかくねえ、どいつもこいつも。まあ、こいつはでかいサイズじゃないんだけどね。いつもこいつもでかくない。コラエルだったか。なるほどな。まあ、OK です。OK でーす。あ、キモ、はい、お前も同じや。キモ。こいつらキメえ。こいつらキメえし。なんだ、こら、こらえるなとなんかすることあったっけな。騎士回戦は無理でしょ、でも。十分やることあるから。何があるって言うんだ？うん。アクロバット、なんだ？なんだそれは。おい、そりゃそうだ！もう入れるぞ！ねえ。これで終わりだな。こらえたところで終わり。こらえたところで終わりや。しゃあないな。もう機能停止してるな。あとは来るべき戦い。来るべき戦い備えて。来るぞ。よし、ちょっと飛ばすか。来たー来たー伝説都市吹き飛ばすか。吹き飛ばせるかな。一回上がってんなぁ。ついなぁ。吹き飛ばせるかな。よいしょ。行くしかねえなぁ。あ！どっちみち。まさか？どっちみちだってねぇ、やれなかったら終わりだし。ドラゴン！あ！すぐ普通に来た。普通にドラゴンできた。普通にドラゴンですけど。じゃこれ。うわ、時の方向。嘘、嘘。いや、落ちろ。落ちねえ。ギラティナをダメんな。ダメんな。うわ、うわ、こいつ耐えやがった。おら、竜の波動じゃ。こいつ耐えやがった。硬すぎだよ。硬すぎ。耐えやがった。硬すぎ警報注意でーす。あ、あったもいっす。マジか、耐えんのか。こいつもしかしてるわ。ドラゴンエナジーも耐えたかもしんねえな、ここまで積めば。積んだからね、まあ。積んだら耐えたな、多分。よし。ダメか。しゃあないな。こいつしかいねえや。ガンコちゃん。ガンコちゃん。あ、無理だな。お前には無理だ。無理そうな顔してた。おめ無理そうな顔してるもん。顔が無理だわ。よいしょ。なんでお前は落ちとけ。ああ、痛え。うわぁ。ああ、やられた。落ちとけ。岩流れなんだ。岩石アックスじゃないんだね。なんか珍しいな。うん、珍しいな。そうだ、岩なんだ、ね。全部が全部ね、岩石アックスというわけじゃないのだよ。なるほどねー。行くぞ。うん。名前が違う。そう。名前なんか変じゃないお前。ギラティナです、これでも。これちゃんとギラティナです。名前どうした、マジで。よし、帰ろ。ああ、なるほど。賢い。よし、帰ろ。弾だったのか。ん？弾？はい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 、把握した。ついたな。そういうことか。バサギリってそういう特性もあったな、そういや。あったよ。だが、お前に何ができる？気づいたな。岩の間の時にたまたま入ってねえもん、だって。うん。そう。
こいつさ、追加効果ある技、岩なだれしか覚えへんねん。弱い。それ弱いさ。弱い。力ずくの恥や、こいつ。力ずくの恥。弱すぎる。さあ、どうする？火だるま。火だるまとかあんだけ強いのに。アクロバット、なんだ、なんだそれは。これで給食か。その程度か。すぎる。おい、畳や。おお、あー、くそ。さあ、どうする？あと1体でどうしてくれるんだい？あ、一撃の肩にしてこればよかった。確かに一撃の肩はやばいな。じゃあ、一撃の肩持ってきたらよかった。おめえには無理だ。諦めろ。そう、岩のだれじゃ昼間ねえ。昼間ないんだな。昼間ねえな。わ、さてと、お盆の肉食ってやがる。そりゃそうだ。お盆の肉食ってやがる。おらよ、マヒット来な。マヒッタ。こいつはマヒ担当だ。わ、マヒ切りやがった。たたり目だ。いった。お前には無理だ。たたり目。種族地の暴力というものを恐れず恐れろ。そっちの模様似たようなやつ多いぞ。はい、たたり目だ。そっちの模様似たようなやつ多いぞ。いつもたたり目しかしてこない。だってしゃあないじゃん。ギラティのアナザーなんだからさ。いつもたたり目しかしてこない。あー、ありがとう。あのね、ネタバラシしますね。うん、動画撮ってた。あ、そう。え、あ、そう、動画撮ってたの。これ動画撮ったよ。そう。わ、やばい、さらされる。ギアチアロッタイでやったらどうなるかっていうのをね、さらされるわ。あ、ね、まあね、今回はね、ちょっとガチめに組んでみたな。ガチめに。んで、あの、今回やるのノーマルルールでやろうかなと思って。6体。あー。6体全部出る。なるほど。やばいですね、それ。うん。ええー。無駄なポケモン誰一人いなくなるからね。気ぃつけてね。そうですね。だから、包みも強いですし、包み肩になってます。感動を覚えましたね。包みかー。いや、本当に。なんで今までここまで拒絶してきたんだろうって思うぐらいには。いや、包み強いじゃん。強いっすね、マジで。うん。よし、お願いします。真剣勝負でね。いやー、寂しそうだ、ここまで。ノーマルルールだから6匹出てくるからね。気をつけてね。あ、10、とりあえず先発だけ考えればいいんですね。そう、先発考えればどうも何でもよくなるね。OK です。うわぁ、悩むなぁ。よっしゃ、行くぞ。よし、俺もスラブさんをあっと言わせてやる。あっと驚く。うん。よし、行こうか。じゃあ、対戦をよろしくお願いします。はい、おぉ。どうしました？あれ、なんか間違い探しですよ、これ。一番上だけなんか間違いを探せみたいになってますけど。これ、あ、種族地えぐ。680ですか？680。そうだよ、ギラティナ680だよ。えぐい。えぐい。先発さえ決めてしまえば、あとはもう何でもいいからね。先発大事よ。これこそまさにギラキってね、200色あるレベルの。え、これ先発誰がいいんだろう、わかんない。よし、じゃあよろしく。よろしくお願いします。やべえ、どうやったら勝てんのこれ。ほーん。ギラティナ。まずはギラティナいきます。はい。まずはギラティナ。でっか。さあ、プレッシャーやだー、それ。
や、これ面白すぎるでしょ、この絵面。あの、相手を見るのプラスボタン押したときに、もう全員ギラティナなの、マジで。一貫はある。だから言ったでしょ、嘘をついてないでしょ、一貫はあるって。いや、まあ、一貫は、そうですね。一貫はしてますね。叩き落とす。うん。お、痛いね。あ、いや。白金玉、うん、シャドウダイブ。シャドウダイブ。はたき、うん、多分そうだな。え、かっこよ。うーん。あー、まあ、さすがにさすがに。さすがにさすがに。よしよ。うわ、鍵打ち持ってる。出た。多分、はたきで死んじゃうからね。入れ替えようがないからね。入れ替えようがないからね。こっちの入れ替えようのなさやばいよ。まあ、オールゴーストドラゴンですもんね。いや、でも、こっちから閉めれば、いつどのタイミングでテラスタル切られるかがわかんないんですよ。ああ。多種多様なテラスタルかもしれないのに。いろいろ考えられるんですよね。うわ、これ待って、めっちゃプレッシャー。TP すごいことになるぞ、これ。受けポケ大丈夫か、まあ、今回、ほぼいないから。お、引いてない。いきます。では。いや、これ やられたか、これは。では私いきますね。格闘です。格闘もう来ましたか。うわー、これでじゃあ実質ほぼ1位みたいな。いや、でもこっちの方が、まあ、まだそっちはテラスターが来てる。そうなんですよ。まあ、弱砲だったんだけどね。まあまあまあ、でかいです。波動弾で落としに行く。波動弾、え、覚えますよ。あ、そっか、特殊、そっか、どっちもいけるのか。お、ヒトム？ヒトムです。意外です。ヒトムは意外。まあ、何をしに来たのかな、君は。まあ確かに格闘だからね、今。そうですね。よし、これで。おお、引っ込め。なるほど。ボルチェンされた可能性はあるけど、ちょっと。あ、これだけギラティナだけ。いくぞ。あー、かっこいい。え、色違いそんな感じなんですか。え、かっこいいよ、めっちゃ。ボルチェンだね、やっぱ。そうなんだよなぁ。急所でこれか。急所でこれかよ。さすが、ドラゴン。なるほど、急所でこれですか。これ地味にマスカーニャ残したかったなぁ。もったいなかったかもしれない。どうしよう、テラスがない分ちょっと楽か。うわ、出た。どうしよう。さあどうしよう、こいつ。これ激重っすよね。さあこいつをどうしようかな。普通に重たいだろうな。どんぐらい食らうんだろう。やるね。いや、マジか。うわ、え、思ったより入らん。マジか。やるね。え、玉包みでこれなんだ。密伝しようとしています。危な。密伝します。危なすぎる。逃げてくれたね。いやー、やっぱ入んないなー。まあさすがにそりゃ種族地の問題あるでしょうけど。ん？パーティーでもしか。無難なところここかな。あー、あー、瞑想。
特殊か。いやでもまあ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  S 負けてないですもん。そうだね。なるほどね。まあある意味こうガブもまあほぼ一貫してるレベルの通りっちゃ通りなんで。おお、あ、なるほどね、自信にしたのね。ああ、はい、マジか、落ちるか。よし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 。さすがにガブの火力ですよ。落ちるか、そっか。いけ、でっかいギラティナ。でっかいギラティナ。おお、みんなプレッシャー。圧かけるよ、圧かけるから。PP の減り方がすごい、これ。圧かけてやる。オールプレッシャーチームみたいな動画見たことありますけど、なるほど、こういう気分なんですね。オールプレッシャーの相手にしてるときのキャッチって。なるほど。ほう、まだ自信突っ張る。うわ、勝って。あ、こいつ外しやがったな。あー、危ない。よー、でかすぎる。外しやがったな。いやー、それはでかすぎる。ああ、よかったー。もうガブが、ほぼ役目を失ったとこだった。あぶねえ、マジで。いやー、今の、なんで、これだから鬼火は。嫌なとこ出ましたね。これだから鬼火は。ほう。いや、わかんない。どうだろう。いや、合ってると思いますよ。お、なんだ。おー、よし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 。いや、でも食べ残し嫌ですね。食べ残し嫌だぞ。おー、守る。はいはいはい。守って。いやー、でもプレッシャー守るって思ったよりきついな。フリーズ剤枯らしに行こうかな。いやー。さすがに包み持ってフリドラを失うと役割がほぼなくなってしまうんで。なるほど。やっぱりあれなんですね。ちゃんと PP はマックスまで振っておけっていう。すぐっす。すぐっす。20あるから1かって思ってるとこうなるんですね。20もあるのか、でも。大変だな。フリドラ意外と多いですね。まあドロポンとかだともうあっという間に多分つけるんでしょうけど。ドロポン通んないんで。うん、これは持ってけないな、さすがにこの体力じゃ。何くらいまで行くだろう。のー、やるね。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。なんだ、これなんだ。瞑想、いやー、瞑想、瞑想か。瞑想か。どうしよっかな、これ。これ、あ、もしやワンチャン、あれありか。なんだ、これかな？こっちの、おわー、うまあー、なるほど。そうか。なるほどね。守るアンコールね。なるほどね。怖いこと考えるね。いやー、待って、これ。アンコールあることは見ちゃった。アンコールあるの見ちゃった。でも。いやー、まあ、まあ、普通、包み見たらアンコ警戒しますよね。ちょっと多分メンバーで唯一のアンコ使い。そうですね。アンコール見ちゃった。どうしようかなー。いやー、これ次アンコール安定なんだよな、そっちが。でもまあ食べ残しは回復はできるけど。あれ、アンコールってうまくいかなかった技もアンコできるんでしたっけ。できるよ。え、なに、なに、どうしたの。あれ、その言い方、その言い方は違うものを選択したな。さては、あれ、そうでしたっけ。でもアンコ安定ではあるよね。でもアンコ、あー、アンコは貴重な。アンコがどんどん枯らされていく。あー、テラスタルだ。それいっちゃ嫌だな。うわぁ、いやー、PP きついぞ。
とりあえずこれかな。やべ、ていうか時間やばいな。さすがにちょっと長いこと使いすぎた。引いた。クイックターンもせずに引いたが、ちょっと弾ため痛いんで。ハッサムか。ほう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 。シャドーボー、鉄の包みが、羽ばたくみ来ると思ったんだけどね。あー、意外と入る。羽ばたくみじゃなかったんだ。羽ばたくみ警戒してたんだけど。波動弾、はい。行くぜ。耐えるよ。あー、耐えよった。危な耐えよったな、ギリギリで。ギリギリで耐えたな。ギリギリすぎる。けど君多分ほぼもう何もできんな、技的に。バレパンだな、来たとして。一応数的有利ではありますけど。うん、痛いな、やるな、やるな。シャドボー。いやー、ハッサムあんまり仕事できなかったから、やっぱ。いや、格闘テラ強いっすね、それ。鉄の包みが怖くってね。鉄の包み怖いし、悪タイプ怖いし。いやー、それ、強いなぁ。テラバーじゃなくても波動弾があるんでね。ロトム？おや。ボルチェンの香りが。こだわりメガネボルチェンとか、こだわりメガネトリックとか、すぐしてくるんだから君は。おお、引っ込め。まあ、君にはとりあえずこいつ出しときゃいいんだよ。一回いらない。プレッシャー、はいはいはい。行かせていただきます。お！まさか？え？氷テラバとか、そんなのされたら俺もう死ぬよ。え、これです。フェアリーはきついな。一貫しすぎなんだよ。格闘にも。おい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 、めちゃくちゃめちゃくちゃ、それはめちゃくちゃだわ。こだわりメガネだろ、その立ち回り。これどうすんだよこれ。おい、これ、そうなんですよ。格闘もどうしようもなくなっちゃったじゃん。結果的にカイリュウとロトム交代して正解だったっていう。きつ、きつきつのきつだな、こりゃ。まさかの噛み合いを見せている。ドラゴンも、あれですか、無効できるから、だいぶ強い。神と違って、暴走弱点でもないから、単純に。いけ！おお、ついに浮いてる。何をしてくるんだ。うわー、シャドウだ。とりあえずはね。なるほど、シャドウダイブか。うわー、なるほど。いや、ガブリアスめっちゃ重だけどね、今のところ。おい、試合勝負が。やばいやばいやばい。おい、遅延か、遅延で、遅延か。もうおい、遅延で勝とうとしてないか。思ったより、あの、悩みすぎた。まずい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 。もうすぐ調校しちゃうタイプだから。え、強っ。え、結構食らうな。これしかないね。やばい、このままじゃトータルタイムで負けてしまう。いけ、落とせ、落とせ、よし。ちょっと待って、3対3だ。きつい。3対3だ。よく当たった方。きつい。3対3だ。よしよしよし、3対3だ。じゃあこれだ。来たね。ブーストエナジーか。はい、古代活性です。素早さが高まった。あと2分。やばい、普通にやばいな。あと2分、このプレッシャーやばいな。あと2分っていう。いけ。うわ、やばい。さすがに死ぬ。おらー、おらー、大
耐えた。耐え、こっちも耐えるだろ。よっしゃー、よいしょー、こっちも耐えるんだな。こっちも耐えるよ。え、逃げんな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 、おい逃げんな、ずるいぞ卑怯者。判定勝ちに持っていきたいのか。判定勝ちになる、これじゃ判定にやっちゃう。いや、ちょっと待って、あ、試合終了前60切ってる、やばい。マジかよ。どうしようどうしようどうしよう、こういう時はこれだ。うわー、待って、マジか、道連れにしてやる。これやばい、負ける。待って待って待って、それ負けるくね。待って待って待って、だって持ってかれるでしょ。で今羽ばたくため瀕死でしょ。これ HP の割合で負けますよ俺。これどうなる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 。HP の割合で負けそう。待って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 、やばい、ロトムは死ぬのはマジできつい。やばいやばいやばい、長い、テラスタルの会場演出が長い。ああ、いけ、あかん、あかん、これは。しかもすごい外国、あー待って、1分満タンだよね。いやこれ無理だこれ。あー、影打ちが、あれこれどうなるんだ、これで多分で出るんですか、この段階。あー、対戦終了します。どっちだ、やったやった、勝った。勝ち、勝ち、はい、勝ち。いやー、道連れ、最後の道連れ完全にやられましたわ。うわー、マジか。いやー、マジか、あそこ落とすしかなかったんじゃな、もう。してやられた。セロさん、はい、検証ありがとうございました。あのですね、動画撮ってますこれ。ええー、嘘。動画撮りました。マジですか。はい、あと他の犠牲者ちゃんたちもね、動画にしております。なんで判定勝ちしなあかんねん。え、これ他の方で判定勝ちになりました。なってない。すいません、単純に俺があまりにもカット量めっちゃ多いぞ。今日さ、シュウさんにさ、お願いしたいのはさ、はい、DLC なんかポケモンはなし、なしやしやし。え、そう。そう。DLC ポケモンなし。そう。一体だけ入れてるぞ。そう。ダメ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 。DLC のポケモンはなしで、ロッタイでやりたい。ノーマルルールでやりたい。どうしようかな。それだったら結構買えないけんからな。1体だけ入れるんですよ。ダメだよ、 DLC はずるいもん。ずるいやついいもん。いや、ただ一切順天入ってないんですよ。順天なんて存在してないから。これでやるんだな、これでやるんだな。自分も弱いよ。なんてやつだ。てめえ、そうまでして勝ちたいのか。連れ戻さないといけないポケモンが決まってて、そうなんだ。そうかな、ほんと。こっちだと肩が決まるし、こっちの方がまだ戦える気がするんだよ。こっちの方がまだ戦える気がする。まあ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 、まあ、ポケモンダンスグして、はい、おお。ふざけてやがる。何、ふざけてなんかないよ。DLC、 あれ DLC。 DLC じゃないよ、ギアティナは。確かゴーストドラゴンだから、あいつら。やだな、嫌なポケモンいっぱいいる。鉄の包みとかどうすんのこれ。鉄の包みとか。鉄の包みにオンバーにミミッキーにどうやって処理すればいいか分かんないやつばっかだ。なんつう名前つけとんだ。あ、やべ、弱点保険、はははは。お見通し、どっち方だ。さあ、どういう方だろうね。弱点保険っていうのバレちまったな、ただ。
ただ耐久ないからなこいつ。流派持ってねえしな。暴風弱点を避けたか。よく当てたな。てかおらよ耐えないよなあ、急所か。有効急所かもしれん、これ。まず、流派持ってないですよね、この、本番。流星群でしょ、持ってたとして。いや、持ってないです、一切。なんで爆音波前提じゃん。どんぐらいできる？ほーん。ルナガローン。お前だった、お前がどんぐらいのスピードか覚えてねえぞ、僕。あ、こいつ、こいつ行って、こいつ行ってマジかー。はい、あの一応種族値700ですよね。680。半分変えれば十分だと思うんだよな、種族値的に。ヒラさんがどうしてくるかよく分かんないんだよ。よし、行こう。考えても仕方ねえ。色違いか。とりあえずどうするかを考えながら、あれしないといけないから。どうせ使えないなら、どうしようかな。どうしようかな。なんかテラス切ってきそうなんだよな。タイミング的に。まあ、テラス切ったの切っちゃう。なんか一番役立たずになりそうなのがお前な気がするか、とりあえず、様子見するか。お！引いちゃった！よし。あー、やばい、うまいわ。やっちまった。それはやったわ、俺。やったわ。ですよね。ですよね。テラスですよね。しかも完全に技読まれたわ。あ、やった。あ、やった。いやー、やったわ、これは。で、やったのが鬼火なのよ。鬼火完全にやられたなぁ。いけ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 、毒が。毒がには頑張ってもらわないと辛いぞ。耐久値どんぐらいあるだろうな、このギラティラ。絶対1体スカーフ持ちがいる、あの相手のチーム。そういや、こいつマジカルシャイン覚えてないんだもんな。ゴー！炎の舞か。なるほどね。とりあえず 50% よし、オッケー。 50% 引いていく。 50% 引いてくれさえすれば、正直結構きついけど、こいつほぼ役立たずだし、暴風しか打てないし、こいつ暴風よく当てるね。よし、こっちも当たった。あ、ちなみに一個言えることがあるとする、この毒が暴風しか打てないです。なんで？ええー、3つがもう今一つなんですよ、全部。俺はたたり目じゃん、俺。勝った。勝った！突撃チョキだ、こいつ。さあ、そっか、HB チョキ型だもんな、こいつ。いやー、やっぱ毒が強いわ。これ、たたり目で押し切れる気がせんぞ。BS 型テーマないっすよ、僕の中では。じゃあこれならどうかな。うわ、運気押しかけてくるか。これならどうかな。正直当てなくてももういいんだけどな。よし、いいぞ。これ変に乱数使うと後々めんどくさいから。お前はどっちにしろ後使えるから後々にして。そうなると、とりあえずもう、ドカちゃんは、打てないから、君ちょっととりあえず、体力減らしてくれさえすれば十分、こいつは。発射！さすがにね、さすがにね、3割、3割だから。必然力不足だ。必然力不足だ。おー、かましていく。おら！ただあのルナガロンがじゃれつく持ってるんだよな。あいつが邪魔だからな。普通だね。
包み。いや包みきついな。氷技打ってくるが素直に。さあ2分の1ですよ。ティアス。フリーズアイ。氷技打ってきた。まだだ。おら止まっとけ。これでかいな。包みの遅くしたのはでかいぞ。でもラムでもないし、オッケーオッケー、包み遅くしたのはかなりでかい。はいや、包みはいや。昔のやつか。え、2分の1でしたね、一応。包みはいや、びっくりしたわ、自分も。あれ、確かよ、あれだっけ、穏やかがただっけ、穏やかシエスだっけ。どうする、アイディ抜かせないってことは多分 C に振られてないギラティアンだろうな。今の H ぶりかな、多分耐久的にも HBD ぶりのギラティアンだから、このクラス的にこれでいこう。でどうするかな。よし、何してくる？撃ってきた！あ、忘れ方か。となると、あ、それなら素直に突っ込んでくるとはもう思えないな。ただスミちゃんは、あ、普通に突っ込んできた。耐えたね。タスキか、しばっこ。おっと、あぶねえあぶねえ。まだ畳目で OK、 まだ OK、 まだまだまだ OK。 抜かせないからもう正直どっちにしろ電磁波に抜かせないから、後のこと考えると、まあ捨てられるでしょう。うんうん、そうだね。よし、でこれにすることで、と、こいつが出せますと。来たー、恐れてた事態が起こった。来た、さあ、恐れてたポケモンが来ちまったか。入れ替えか、どっちが出てくる。そっち、あ、そっちか、ならいいや。切ってくる、テラス。ミミッキーにテラスを切ったっていうのは一体どういうものだや、どういうやつだい。ノーマルです。ノーマル。ほう、なるほどね。ゴーストの弱点をなくしていくスタイルね。けまい、やっぱ、ま、やっぱ待ってくるか。これで打点が出るか否かだよ。いった、いや外しなかったな、お前。これだから、鬼火は。これだから、鬼火は。そうだなぁ。それだったなぁ。あ、引いてきた、引いてきた。なんだ、ルナガロンか。なわけないですよ。ほーん。あ、よし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 。なんかあったっけな、レアコイルに鋼の盾。突っ張ってきたー。入んねえなー、ほんと。
とりあえず後の方がこと考えるとどっちにしろ声だな。あ、マヒタ。なんで、なぜ鬼火を外すのにこっちはマヒるのか。いいぞ、外すけど、お前がそれしかやることないから。なぜ鬼火を外すのにこっちの10万をまひるんですかね。リアコイルだったら、放電の方がいいと思うな。よし、いいぞ。地道に削って。まだだ。いや、硬い。硬いね、さすがに持ってる分。一応、瞑想荷積みですよね。瞑想荷積みですよ。一応、瞑想荷積みですよね。うん。HC とかだなぁ。あ、銀の方が低い。間違えた。うわ、鬼火食らっちゃった。攻撃力半減か。意味ないなぁ、あんまり。とりあえず、このギラティの体力をできるだけ削っとくことが個人優先事項だから。締めて動けない。まあさっきの暴風7枚2回外しがあるから、妥当っちゃ妥当なんだよな。おい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 、嘘やろお前。嘘だろお前。ギラこんな耐久するかな、だけどこいつ。よし、なんとか動いたな。徹底抗戦。死なばもろとも。自分から倒れた。自分から倒れるか。あのじゃれつくまを止める手段がないぞ。行ってこい。ミミッカ。なるほど。こいつ道連れを覚えさせておいた方がよかったかな。まあいいけど。うおー、結構食らうな。結構長いの。嘘。あれ、一杯だっけ、陽気だっけ。結構耐える、結構食らうんだな。玉持ちミミック、普通にそんなに行くのか。順天伝説になんでこんな勝てていい勝負してんの。このシーン、そりゃ多分ね、刺さってる相手が多すぎる。ミミッキーは出てきてほしくなかった。ミミは出てほしくなかったな。こっちの方が安定か。待てるな。よしよし、オッケー。オッケー。一安心や。あ、そのギラティアか。そう、このギラティアだ。オッケー。あ、はははオッケー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 ってことは振り方で。ただ耳かすりあんだけダメージ入るからどんぐらいいくかな。あいつで突っ張ってくる。
鬼火で鬼火ルナガロンもちょっと圧かけておかなあかんな。え、あ、やべえやべえ、これギラティナが耐久しすぎてごめんなさいになってる今。守る。お、嘘、嘘だ。嘘、そう来る。おー、待った。正直今2分の1にかけました。ここは、ここは2分の1にかけました。最後に回ししとかないと、これ。どっちにしよう。2連覇失敗。よっしゃ、ダーン！いいぞ、いいぞ、ミカス、頑張った。よっ、耐えた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 。どっちにしろ、やけどで死ぬだろうな、こいつ。2分すごい、1対2まで持ち込んだ。1対2まで持ち込まれた。伝説中に対してここまでいけるって相当すごいな、パーティー的に。いや、でもこっち、弱点が一貫しすぎてんだよ。あ、待てよ。待てよ。シーさん。あ、TOD ですが。シュウさん、僕勝ったかもしれませんね、これ。TOD ですか、ほんと。これ、放置で。スポーツマンシップにかけてるけど、まあ、まあ、外れは戦略だからな。なんともいい。シュウさん、俺、勝ったかもしれないわ。俺、勝ちを確信したわ、今。最悪引き分け。最悪引き分け。そして、もしかしたら勝利。そういうことよ。よし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 よ。キーン。いや、よくここまで勝った。ここまで押し込んだな、ほんと。楽しみ。よっしゃ、これはもらった。どんな勝ち方よ。やこの勝ち方。もっとパワーで蹂躙するつもりだったのに、もっとパワーで弱点保険とかいたからさ、それで蹂躙するつもりだったのに、パワーで蹂躙したのこっちですよ、どっちかっていうと。さあ2分の1、さあちゃんと当てた、よし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 、よし、頑張った。よく頑張った。よく頑張った。引き分けだ。これで引き分けだ。引き分けだ。最後の左が、ハチマキだったら、スカーフだったらワンチャン負けてるんだよな。あ、課金。で、引き分けだ、これ。対戦を終了します。あ、負けてる。やったぜ。え、なんで、なんで、あ、単純に、あれじゃないですか、残りヒットポイントで計算入って、残りヒットポイント割合で計算入って、その後にもしかしたら4段目とかで入ってんじゃないですか。へぇー。あ、よくわかんないですけどね、これ。負けたー、くそ、初めて負けた。初めて負けた、くそ。初めて負けた。シュウさん。じいさん、ネタバレします、はい、動画撮ってました。いやー、負けたか。動画撮ってましたよ、勝っちゃうのが。いや、でも無理だって。これさ、弱点多すぎて無理。弱点疲れたらきつすぎる、あまりにも。いやー、負けたなー。惜しいとこまで行ったんだけどなー。でね、ちょっとさ、うん、面白いパーティー作ったから、ちょっと対戦しないかなと思って。いいっすよ。
おお前と何も買ってないよ、私。その方何も揃ってないから。いや、でも今回は、ノーマルルールっていう6体出てくる？うんうん。無駄なポケモンを誰一人いないっていうルールでやりたいんだわ。あ、OK です。全然 OK。ただ、パーティー編成とかマジで、前と何も変わってないから。ポケモンだってマジで、2ヶ月ぶりくらいに多分開いてるから、ストーリーで。前回と何ら変わり映えしないパーティーで相手しようか。よし。いきます。はい。おお。ギラティナジョン。何それ。え？何ですか？何ですか？怖っ。怖っ。何のいじめ、そのパーティー。何のいじめ？いじめじゃないよ。ギラティナだよ。俺はギラティナだ。俺のギラティナじゃ、ギラティナじゃ、だじゃないのよ。ギラティナしかいない。よし、勝負だ。よろしく。よろしくじゃないよな。よろしくじゃないんよな、そのパーティー。おう、ゲンガーから入ってくる。よし、行くぞー。勝てんのか、キラティナ。ゲンガーってこいつ何してんだっけ。どうがいい。何？あんま聞かないじゃん。弱点ついちゃったねー。保険。いや、弱点つくしかどうせん。弱点をついてしまったね。シャドーボール痛い。あ、封じれた。シャドーボール封じ込めたぞ。シャドーボール封じ込めてどうすんだ。さあ、突破できるかな、ギラティナを。海流来たか。まあそうだね。お、竜の前積んできた。体ぐらいは耐えるでしょ。どうかな。ゴー。お、耐えた。うわ、耐えた。ほら、弱点ついたね。あ、弱点保険しまった。大味の戦いになってる。すごく、すっごく大味の戦い。そうか、それは無理。うわー、やばい、きつい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 きつきつゲーミング始まる。海竜で抜けなかったらこれ終わる説あるんだよな。海竜やられたら多分終わる説ある。いけ、もうドラゴンクロー影打ちだ。ひどい、ひどいよ。さあ、サンダース。勝てないんだよな。サンダース、何をするんだ、一体。サンダース、何をしてくるんだろう。つかないと勝てないんだよな。シャドーボールか。おお、やるね。急所か。急所でそれか。何しても外れるんだよ。よかったー。ケッキングに交代されたらどうしようかと思ったわ。おら。でもケッキングさ、何もできないんだよね。なんでパーティーにいるの。ギラティナ全員なんで聞いてないよ。どう、このドッキリ。面白いパーティー考えたんだって言ってギラティナ6体で言うならどんな反応してくれるのかなと思って。ほい、アタックワール。あ、ダメだよ。冬か。冬なんだ、そいつ。そう、こいつは冬です。これはひどい。これは蹂躙動画になっちゃう。蹂躙動画になっちゃうよ。
じゃあ、とりあえずちょっと何もできないやつ出しとくか、もう。キッキング来た。キッキングやることないんだって。倒していいよ。倒していいよって。あ、もう半分諦め入ってんじゃん。もう。違う違う。キッキング、わざかさ、眠る寝言、メガトンキック、ギガニクとるからさ。打点ないじゃん。そう、打点がないんだって、この子。ギガインパクト打っとく？効果がない。何もないし。こいつ何もできないのよ。嘘でしょ。そう、この子何もできないんだって、マジで。それは聞いてねえな。ノーマル打点しか、ノーマル打点しかなくてさ。ギラティナに何の武力なんだよ。嘘でしょ。いや、ほんとほんとほんと、マジで無力でしかない、ギガ、ケッキング。ノーマルは確か覚えてないから。あと、お前で、どうにか、いや、これならない。アーマーガーアーマーガーだけ。ボディープレス効かないからな。ボディープレス効かないからな。アーマーガーはちょっと厄介だな。鉄壁してボディープレスですよ。鉄壁してボディープレス、ね、ボディープレス効かないじゃん。あ、そうだわ。ボディープレス効かないんだよ。そうだったわ。ボディープレス効かねえんだ俺。鉄壁積んでくるのめんどくさいからさ。お、うん、なんだそれは。全然効かない。うん、なんだそれは。ああ、ひどいゲームになった。これはひどいぞ。ひどいぞ。ひどいぞ。あ、オリミー入れていく。決めだ。決めだ。これは予想してなかったでしょうな。これは予想できなかった、俺。いやー、ギラティナオールは予想、誰も予想しないでしょ。6体、6体ギラティナは誰も予想しないよ。ここまでね、一方的なのは君が初めてだ。そうなのか。うん。いろんな人をギラティナ6体で相手してきたけどね。こんなに一方的なのは君が初めて。君が初めてだわ。ひどいよ。ひどいよ。いじめたよ。いじめたよ。いじめたよ。あと一滴使い物にならないの致命的だよな。キングは何の役にも立たないからな。まあ、まさかこうなると思わなかったもんな、絶対。うん。全員ゴーストじゃないかっていう。まあだからこそ弱点もあるんだけどね、いろんな。まあまああるけど。よかった、海竜の時だけ焦ったぜ。海竜で突破できなかったか。ここまで圧倒的なの君が初めて。君が初めてだわ。ひーちゃん、ネタバラシします。はいはい。突然、ティラに、こうやって、勝負を持ちかけられて、ギレティア6体でやったら、どういう反応を取ってくれるのかなっていう動画を撮ってました。なるほどね。なかなか面白かったよ。なかなか面白かったよ。勝負の内容的には全然面白くなかったんじゃない。いやいやいや、なかなか。これはひどかったわ。強すぎるよ。パーティー相性が圧倒的に悪すぎるって。確かにそれはある。お、来た。レアコイルだ。レアコイルだなー。あのね、パパはね、残念ながら、通話不可能ということで。マジかよー。いいリアクションを期待したかったんだけど仕方ねえなー。やるしかねえなー。
ほい、おお、ガチだなー、ガチだねー。鉄の包どうしようか、また出てきたね。はっはっは、あの文字で送られてきたよ感想。はてな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 って送られてきたんやけど。なんだあれ。黄色いなー、ぼんじり、いけいけいけな。さあどうしよう、かなりきつい戦いになりそうだ。クォークチャージから発動する、クォークチャージか。特攻が高まった、耐えれるかギレティナお前。ギレティナお前耐えれっか。フリーズドライ来た、耐えろギレティナ。よし、オッケー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 、弱戦保険発動しまーす。じゃあオッケー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 、耐えた耐えた耐えたのでかい、マジで耐えたのでかいよそれ。はい、落ちなさい。オッケー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 、重たい一体を処理したのはでかい。ピンピン。わあ、ドルパトン、やっぱ重たいの来た、重たいのが来た。重たいのが来たな。これはもうお役御免するしかねえな。トンボ？意外だね。トンボはちょっと意外だな。なんだろう。まあでも、向こうからするとドロップアウトを大事にしないといけないから、仕方ないよな。いや俺ギラティナだからか、だって変えることできないしね。タンブリン、さあ誰だ、エレキメーカー。なるほどね。さあただ問題は耐えてくれるかな、竜の波動。あ、オッケー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 、一発。弱点保険が入ってるから落とさないとダメなんだよ。カンカン。おっちゃん、オーガボン型破り。オーガボン来たね。何してくれるんだオーガボンよ。ギラティナに有効打点があると。お、炎テラスタルだね。カンカンくん。カンカンちゃん。へえ、特殊演出だ。オーガボンの面影宿し。じゃれつく、あー、ドラゴン、そう、じゃれつく持ってやがる。じゃれつく持ってんのか。じゃれつく持ってるやつきついな。こいつだな。行け。行け。とりあえず電磁波で動き止めたいな。電磁波で動きを止めたい。じゃれつくは一発受かるから、一応。一応強引に受かるから、じゃれつく、いや、受かるだろ、よし、強引に受かるから、これで、電磁波入れて、よし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 。電磁波入るからね。とりあえずこれで一安心させるしかないな。で、たたり目打って、少しでも打点を稼ぐか。少しでも打点を稼いでおこう。よし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 。お！体は締めて動けない。これでかいよ。よし。これはそのまま行こう。ドラパルトが後ろにいたとしても、引けないでしょう。引っ込んだ！カンカン引っ込んだよ。誰が来る？トクトク丸？うわあ、ドヒドイでー。うわあ、ドヒドイできやがった。これは長期戦の様相になりそうだな、これ。これは長期戦だぞ。そうだ、ドヒドイで毒毒覚えんだよー。覚えんだよ、ドクドクよー。ドヒドイドがドクドク覚えるっていうね。そういや、そうだったわ。
なんてこっ、おーっと体締めて動けない。多分守りに入ったな。少しでも削ってけ。よし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 、少しでも削れ、少しでも削れ。じゃんお前だ。じゃんお前だな。考えがあるんですよ。毒々ずーっと撃たれるんで、このままだと。鋼テラスします。そうしないとこれは勝てん。鋼テラスするしかねえ。これをね、ずーっとやられるわけにはいかねえ。鋼に毒は効かないんだぜ。覚えときな。強気にメソを張っていけるね、これで。これで強気にメソが張れる。で、毒毒が効かないから、これで、あいつはもう、機能停止した。この毒毒丸、機能停止したわ。ここで変えてくるかどうかだな、問題は。変えてくるんだったら竜の波動が刺さるし。さあどうしようかな。ドラパルトの型によるんだよな。ドラパルトが何持ってるかなんだよね。引っ込んだ。よし、引っ込んだよね。やっぱ。トクトク丸を突破的に、フィンフィン。あ、おっと、これは、さようなら。よし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 、オッケー、重たい一体が飛んでった。これはでかい。さあカンカン来たわね。面影宿し、炎になってんもんな、ね、今炎になってて、こっちが鋼だからスタコンボを食らうわけにはいかない。交代だ。逃げるしかねえな。よし、剣切れてな。スタコンボー来たー、最大打点だ。スタコンボー来たぞ。ドン、おい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、なかなか、やるようだな。マジか、今一つでこんだけ削ってくる。今一つでこんだけ削ってくるのは相当なかなかパワーあんな。多分、じゃれついてくんな、これ。この状態だと。ツタコンボ連打だね。あれツタコンボ連打、ツタコンボまだ受かるよ。まだまだ受かるよ。それなら。強気にツタコンボを打ってくんな。随分。じゃれつくやと思ってたけど、違うんだ。じゃれつくだったらワンチャン落ちてたかというか。たたり目ですが。もう遅い！よし！テラスのやつも倒したね。オーガポンも倒した。オッケー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 。というか、まさかむ、さあ、パパも思ってないでしょ。ギラティナ6体で来るなんて。ダメ動画になるぞ、これ、本当に。来たね、トクトク丸。まあ、こいつはね、あと、ね、何がいんの？ヤバスチェだ！シャカシャカ砲だ！シャカシャカ砲が後ろにいんのか、あと一体。後ろに。なーるほどね。サードだ！たたり目！ドン！おー、いいねー！たたり目でここまで削ったなら十分だ。これは言ったか？毒毒は食らっちまったかな？その分も、なんとか会話あったもんだ。長期戦の様相だったが。たたり目でこんだけ削るんだったら多分後ろの最後のあのシャカシャカを引っ張れるわ。お！毒毒丸が引っ込んだ。どうするんだ一体。キャキャー来たー、スヤマスちゃん大丈夫かー君。おー、受かったねー、よく受かったな。よく瞑想に泉のたたり目受かったな。
なんだ？向こうもなんか持ってんぞ。食べ残し持ってんのか。でも耐久には自信ある。お前が何をできるかわからんが。君が何をできるポケモンか知らぬが、僕は。知らぬ存ぜぬを突き通してやろう。たたりめ！ああ、お前も持ってんのね。ヤバスちゃんもたたりめあるんだね。へえ。ヤバスちゃんもたたりめっていう技が持ってんのか。ってことは、ヤバスちゃんも耐久型ってこと？ヤバスちゃん見んの初めてなんだよね、対戦で。へえ。じゃあ、きついか、さすがに。こっちの方が上じゃねえかよ。こっちの方が早いじゃねえかよ。ケイアンが倒れた。こっちの方が早かったわ。さあ、残りはあのドヒロイデだけだ。あの憎き人手を倒して終わりだ。さあ、このギラティナを突破できるか。トクトク丸さん、このギラティナを突破できる術はあるのかい君に。毒毒をもうね、食らわないからね、こいつは。一気に瞑想積んで、竜の波動で2分、あと2分じゃねえかよ。やっぱりタイムオーバーですが多すぎる。やっぱりこの、タイムオーバーですから逃れられないのか。大丈夫だ、瞑想積んでる、こっちは。もう落としに行こう。この日に憎き人で落としてゲームセットだ。いけ竜波。お、耐えやがったー。耐えよったなー。耐えよったなー。耐えよったなー、お主。あ、終わった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 。さあ、いけ竜波発射うーん、パパ俺の勝ちだパパいや、これは勝利と言えんのか。みんな驚くね。まあでも戦績は割と悪くなかったな。戦績は割と悪くなかったっすね。4勝1敗って感じだね。うん。いやでも、やっぱ、あれだね。種族値って全て解決すんね。うん、まとめそれだわ。種族値のおかげで全て解決したわ。ギアテナーホン、頑張ったな、お前ら。でもこれ対策されたら終わりだわ。